今回のテーマは逆行列です。逆行列っていうのはどんな行列かというと例えば A という行列があったとします。そこにある別の行列をかけて答えを単位行列にしたい。この時この行列のことを A の逆行列と言います。行列の記号がちょっと大きめの丸というのではないか 数学的にいまいちなのでどういう書き方をするかというと A の1乗の乗ような書き方をします読み方としては A の逆行列とか A インバースとかマイナス1という表記がですねいまいちピンとこない人もいると思うんですけどそんな人はですね「逆数」という言葉をちょっと思い出してみてください英語だと「レ cipical」みたいなそんな発音なんですけどどんな数だったかというと 例えば5だと逆数は5分の1。例えば3分の1だと逆数は3です。一般に A とするとその逆数は A 分の1になります。そう3っていうのは3分の1分の1ですよね。1÷3 分の1です。1割る3分の1 3のなで、 一般には A A のの逆数は、A、分の1です小学生の時はですね分母と分子を入れ替えましょうとかそんな教わり方をしたかもしれないんですけどちゃんと数学的に言うととあるるる数数ににその逆数をかけると1になるとこの時これが逆数だよとそういう言い方をします。 これがですね、マイナス1と何の関係があるんだっていう話に戻るんですけど、a 分の1というのは、a のマイナス1乗と書くこともできます。ややこしいと思うんですけど、ちょっともうちょっと上から考えていきましょうか。a の2乗っていうのは a、a かける a じゃないですか。a の1乗っていうのは、a ですよね。じゃあ、a の0乗は なった時に一瞬分からなくなるんですけど、この関係を見てほしいんですよ。この関係はどうなってるかっていうと、かけることの a 分の1じゃないですか。割る a でもいいです。ということは、数字が1個小さくなる。ここもさらに1個小さくなる。ということは、ここもかける a 分の1だと。ということは、 a かける a 分の1なのでこれはどうなるかというと答えは1になります同様にですねじゃあ数字が1個小さくなるということはかける a 分の1なのでどうなるかっていうと1かける a 分の1なので当然答えが a 分の1になりますつまりですねこれをこっちに書き直すと a のマイナス1乗かける a イコール1です。ちゃんとマイナス1っていう数字が出てきたでしょそうここで1っていう数字が何だったかという話に移ります。1っていうのはどんな数かっていうとどんな数にかけても元の数を変えないとそういう数です。つまりは何かっていうと行列でいうところの単位行列と同じだと。ということで逆行列っていうのはじゃあ何だっていうと小学生の時にやった逆数っていう概念を 行列で見てみるとどうなるでしょうと。それが逆行列です。では実際に逆行列というものを求めてみましょう。今回はですね、行列 A を2314とします。毎回言ってるんですけど、実際に自分でやってみると結構面白いです。ただしですね、今までのに比べてちょっと難易度が高いです。なので、まずはですね、 逆行列を機械的な操作だけで求める方法というのを紹介した後でなぜそれで求まるのかということを考える形で話を進めていこうと思います逆行列を機械的に求める方法にはですね有名な方法が存在していまして名前を吐き出し法と言います英語だとガウシアンエリミネーション直訳するとガウスの消去法となります具体的な やり方を見てみましょう行列 A を2314としてこれをまずは左側にそのまま書き写しますそしてその横に単位行列を書きます間が分かりやすいようにセパレーターを挟んでおきます 2×2 だった行列を単位行列をプラスして4列分ある 大きな行列として扱います。この吐き出し法における最終的な目標は行基本変形だけを使って左側つまり元の行列を単位行列の形にすることですそうすると不思議なことに右側に求めたたかった逆行列が現れます。実際にやってみましょうまずはですね1がここにあるので行を入れ替えますかね 1> 行1と行2を入れ替えましょう。そうすると1行目が1、4。で、忘れちゃいけないのが右側の単位行列もで0、1ですかそして2、3、10。セパレーターを書いておきましょう。次。この数字を何とか0にしたいので、 どんな操作をするかというと行の2番目足すことの行の1番目を利用するんですけどどうすれば消えるかというとマイナス2倍して足せば2-2になって0になりますからねマイナス2倍しましょう。これを行2に戻してくださいと。 つまり1行目はそのままでいいと。2行目は2 −かっこ2る1なので当然狙った通り答えは0になると。次は3ス2倍の4なのでここがマイナス8になるので3 8で マイナス五ですね、マイナス五と、次は一引くゼロなので、一、最後はゼロを足すことのマイナス二倍の一。なので、ここがマイナス二なので、マイナス二ですね。マイナス二と、次、二行目をマイナス五で割れば、ここが一になりますかね。 2行目をマイナス5分の1倍しましょうこれを元に入れてくださいと上はそのままでいいので1 4 0 1と0かけるマイナス5分の1は0なので0とマイナス5かけるマイナス5分の1は狙った通り1になるとだんだんややこしくなってきますけど1かけるマイナス5分の1なのでマイナス5分の1 最後はマイナス2ナス5分の1なので両方プラスになって5分の2ですか5分の2とそろそろ終わりですね2行目の4倍を1行目から引けば4引く4でここがうまいこと0になってくれるとそうすればやっと左側に単位行列が完成しそうですね下は特に変えませんと どんな操作かというと1行目足すことのマイナス4倍の行2だとこれを元の行に入れてくださいと1つ目は 1× マイナス4倍の00なので1のままでいいとで2つ目は狙った通り4引く4になるはずなので 0だと次は0マイナス4倍のマイナス5分の1ですね。ってことは足すになって答えが5分の4と。4 5分の4。最後1。1マイナス4倍の5分の2と。つまり答えは5分の5引く。 5分の8なのでマイナス5分の3とマイナス5分の3できましたこの時この行列これが A インバースになります A の逆行列になりますつまり答えはこうだったと元の行列は2314だったと思うので 実際に2つの行列をかけてみると確かに単位行列になるのが分かると思います。吐き出し法ガウシアンエリミネーションっていうものを使うと不思議なことに行行の基本変形だけをを使って逆行列を求めることができます細かい話をすると実は求められない場合もあるんですけどそういう特別な場合を除けばさまざまな行列に対して逆行列を求められる便利な方法です。でも 一体なんでこれで逆行列が求められるんでしょうか。その理由を考えてみようと思います。理由を考えるにあたって前の動画で紹介したある事実がとても役に立ちます。それが行基本変形は行列の乗算で表せる。これがとっても大事です。それぞれの基本変形これとこれとこれとこれですね。これらすべてが 行列の乗算の形で書けるというのはどういうことかというと行列 A というのがありましたよね前回ここに一つ目の基本変形を適用するというのは別の行列を書けることに等しいですよねっていう話をしてるんですこれが M1 ですここに さらに基本変形を適用するというのは、また別の行列をかけるということに等しいと。これが、M2 です。同様に M、M3、M4 とすると、こうなります。そして、この結果がどうなったかっていうと、 元の行列つまり左側に基本変形を行っていったら最終的には単位行列になったと単位行列でしたと元の行列だけじゃなくて横に並べて書いた単位行列に対しても同じ操作をしましたよね。これが A の逆行列だよ そういうことを主張してるんですよね左側に対して操作をしていって出てきた結果が逆行列だったよとそういう主張してます勘のいい方はお気づきだと思うんですけどこの時点で答えがほぼ見えていますこのイコールをですねいきなり A の逆行列と書いてしまうと少し話を飛ばしているのでもう少し丁寧にですねこのように書き換えます 単位行列がなくなくりました。単位行列はどんな行列にかけても元の行列を変えないのであってもなくても同じです。なので単位行列をあえて書きませんでした。じゃあこれをですね仮に B と呼ぶことにしましょう。そうするとこの部分が書き換えられて。 行列 B と行列 A をこの順番でかけると単位行列になりますよとそんな式になりましたここで逆行列の定義を見てみると見てくださいこれある数にに別別のののの行行行行列列列列ををかけたた。ら単位行列になりまましたこの時別の行列のことを逆行列と逆言います。そういう話を一番最初にしましたよねこれが B に対応するものですよね 全く同じ形ですつまり定義からいけば B というのは A の逆行列だよとそれは一体どんなものかというと実態はこういうことでしたという話です。今回の例では基本変形を4回行って逆行列が求められたわけですけど別に何回だったとしても一般に成り立ちますよね。ちゃんとと式で書くと ある行列 A に M1、M2、点々点々ってあって、まあ、好きな数だけ書けますよね。好きな数だけ基本変形を適用しますよね。そして最後にこれが単位行列になりましたと。元の行列左側に何度か変形をして最終的に単位行列になりましたと。それと同時に 単位行列に対して同じ行列をかけているとそしてこれは単位行列があってもなくても同じなので例えばこれを b とするとこの式は b×a= 単位行列となって定義の通りに考えれば b っていうのは a の逆行列だとそんなことが言えるわけです。